チャオ、泡田貫広丸です。今回の動画はグラスワンダーバルゴ杯育成ということで、グラスワンダーを配布 S3R 以下の編成でグレード A 決勝を目指せるような育成をしてきました。この育成をしようと思ったきっかけはですね、いつも生配信とか動画ご視聴いただいている皆さんの中で結構無課金とか美課金の方も多くいらっしゃいますので、もしこの編成でグレード A 決勝を目指せるような育成ができれば非常に価値のあるものになるんじゃないかなと思いましてチャレンジしてきました。今回の動画では簡単な立ち回りのポイントだったり、サポートカードの解説、そして実際にルームマッチを走らせてみた感想など映像を踏まえながら皆さんとお話しできればなと思います。ほら早速いきましょう。はい、ではまずはグラスワンダーの育成馬娘詳細から見ていきたいと思います。今回の舞台シュバマイルはもともと A になっているんで上げる必要はないですが、マイル S、 距離適正 S が強力なんで、できるだけ因子継承でマイルの赤因子を多く盛るのをおすすめします。で、次客室は先行差し両方得意なグラスワンダーなんですけども、自分で乗り換え上手を取得できるため、差しで運用するのが一番いいと思います。で、成長率に関してはスピード 20% パワー 10% とほんまに優秀な成長率しております。グラスワンダーパワーの成長率が 10% なんで、基本的にスピパワー育成でスピードもパワーも SS 以上狙っていくのがいいと思います。で、目指したいステータスなんですが、スピードはできるだけカンストを目指していって、ほんでスタミナは緑スキルも合わせて合計600以上ですね、 B 以上あれば大丈夫かなと思います。でパワーは今回の舞台レース上補正というものがあるらしいんで、901以上あったらスピードにボーナスの補正がかかってくるみたいなので、901以上最低目指していってあればあるほどいいと思います。で、根性は D の300以上で、賢さも C の400以上、賢さもあればあるほどいいステータスになっております。で、次覚醒スキルは、覚醒スキルレベル3で独占力で、レベル5で乗り換え上手なので、この乗り換え上手を自分で取るために覚醒マックスまで上げるのを強くおすすめします。今回独占力は中距離なんで前強かったですけど、今回はもう無視で大丈夫です。で、乗り換え上手取れるっていうのもグラスワンのほんまに強いところなんですけども、レベル4で位置取り押し上げとか中盤の速度スキルも取って自分の位置を上げる、このスキルですね、ここら辺も取れるのも非常に魅力的なグラスワンダの覚醒スキルの構成やと思います。まだ続いては実際に育成してきた編成の画面に行きまして、サポートカードの解説していきたいと思います。ほらそっちの画面行きましょう。はい、ではこちらが実際に育成してきた編成になります。サポカの解説に入る前に、青春育成でのサポカを選ぶポイントですね、少し簡単にお話ししたいと思います。まずサポート効果の中でどういったものを見ればいいかというと、青春杯育成ではトレーニング効果アップだったり、このキングヘイローだったらパワーボーナスみたいなステータスのボーナスですね、ここら辺が重要になります。 URA シナリオと比べて練習の基礎値が低く設定されているんで、ここら辺を持っていると練習の基礎値を上げてくれるんで、少しでも高いステータスを狙うためにここら辺をしっかり持っているっていうのは大事になります。で、次が得意率ですね。得意率は、結局シニア以降で練習レベルが上がってきた段階で、友情を何回も重ねて踏んでいかないと、青春爆発だけではなかなか高いステータスにはたどり着けないようになっているんで、得意率もしっかり持っていることが重要になります。サポート効果の中だったらここら辺ですかね、個人的に思うところなんですけども。で、次が育成のイベントで体力の回復イベントをしっかり持っているかどうか、理由としてはできるだけ練習の回数を増やして青春特訓とか青春爆発とかより多く打っていって高いステータスを狙っていくっていう風な青春育成のやり方なんで、このエイシンフラッシュだったら体力回復イベントを持っているみたいな感じで、体力回復イベントをサポートカードしっかり持っているかどうかも一つ選ぶポイントになります。ここら辺を踏まえてサポカの解説を1枚ずつしていきます。まずはレアの樫本さん、貫突なんですけども40ですね。このレアの樫本さん、ちょっと使ってみて、こんな強いって思いました。正直樫本さん SS3 はいるんですけども、1突とほぼサポート効果が一緒です。固有ボーナスがない分、失敗率ダウンと得意率ダウンは SS3 の1突の方が少し勝ってるんですが、他ほとんどもう一緒です。練習の上振れ要因にもちゃんとここら辺の体力消費ダウン、失敗率ダウンを持ってればそれを担ってくれるし、イベントで自分がお出かけしたら、ステータス、スタミナと根性が上がっていくんですけど、それもしっかり、シナリオリンクがあるおかげで上がっていける。ほんで URA 一番最後戦った後ですね、一番最後のエピローグで
ちゃんとステータス、スタミナと根性を18ずつもらえるようになってます。樫本さん持っていない方だったり、樫本さんが無凸の場合はレアレベル40ですね。サポートポイントとちょっとマニー消費するんですけど、ぜひレアのレベル40まで育てて、この育成ですね、組み込んでみてください。やっぱりシナリオリンクの樫本さんは強いなと感じました。で、次スピードですね。スピードが1枚目、スイープ投手は固有ボーナスと合わせて合計トレ効果 10% あります。こんな友情も強いんですけど、ちゃんと得意率もあって、でこのスキルポイントボーナスも地味に嬉しいかなと思います。でやっぱり育成のイベントでこのワンダフルミステイクが早めに飛んできてくれれば愛嬌丸も取れる可能性があるので、ここら辺スイープ投手サポート効果とそしてイベントも合わせて、ほんまに優秀なスリアの中で筆頭のカードだと思います。スイープ投手の貫突使いました。で次エイシンフラッシュはちゃんとトレ効果あります。で得意率もあって、で所持スキル的に今回やっぱり差しなんで、エイシンからはやっぱりスキル目的ですね。ほとんど根幹とか、あと差し直線とか、あと差しコーナーとか、ここら辺を青春特訓とかもうヒント発生で取ることができたら非常に大きいと思います。で育成のイベントでこの素足を取れる連続イベントが、1段階目がやる気アップと体力回復、そして2段階目が体力20も回復して素足のヒントももらえるっていう、ほんまに至れり尽くせりのイベントになります。 SS レアにも引けを取れないぐらいのカードだと思いますので、ぜひ採用したいところですね。で次がキングヘイローが、なんといってもやっぱりパワーボーナス持ち、カンストなんですけど、貫突がパワーボーナス持ちですね。でトレ効果もしっかりあって、キングは得意率が高いです。ほんまに60もあります。ここを相まってやっぱりキングが一番追ってくれる可能性が高かったですね。トレーニングにパワーボーナスもあって、一緒に練習したらパワーもスピードとパワーの練習で上がっていくので、ほんまにキングは良かったです。で次パワーに行きます。パワーが大卓ヘリオス。大卓ヘリオスが得意率固有も合わせてほんまに高いところを持ってます。大卓ヘリオス、ここが一番いいところです。でレースボーナスもちゃんと、レースボーナス10ですね。大卓ヘリオスはレースボーナス高めに持っとって、育成のイベント的にはこのパーティーのイベントですね。パーティーのイベントで2段階目でこの下を選んだら、まあ、しっかり体力回復も打てるっていうのがイベント的に強い大卓ヘリオスになってます。太陽のエンカウントで一応注目株のコンディション効果ももらえるので、まあ、記者の評価とかも上げやすいです。で大卓ヘリオスからはペースアップとか、あとマイルコーナーとか、結構スキルも多くてピンポイントでは狙いづらいんですけども、アワハル特訓とかヒントでここら辺飛んできてくれたら嬉しいかなってところですね。大卓ヘリオスで貫突採用してみました。で次フレンドさんからお借りしたのはオグリキャップにしました。北三ブラックとオグリ悩んだんですけど、まあ差しだとオグリキャップの方がやっぱり優先度高いかなと思いました。理由としては合脚を取れるからですね。自分でグラスは乗り換え上手を覚えるので、プラス一番最後終盤の加速のトリガーとして合脚も持てた方が勝率が断然上がるので、まあ、北さんよりも借りるんだったらオグリかなと思いまして、オグリを貫突お借りしました。合脚完走したらしっかりレベル1か3取り切れるっていうところが安心できるところで、サポート効果的に貫突はトレ効果 10% あります。ほんでパワーボーナスも合計2あるんで、スピードとパワー練習どっち練習しようってもほんまにオグリはパワーを上げていけるカードになります。まあ、かなり強力なカードです。ぜひフレンドさん探して借りたいところですね。はい、では以上でサポートカードの解説終了しまして、次は育成結果の画面に行ってルームマッチの映像を踏まえながらお話ししていきたいと思います。行きましょう。はい、では育成結果の画面にやってきたんですが、今回も動画の尺の都合上、立ち回り練習の風景のところはカットしております。序盤が大事だと思うので簡単に口頭で説明をすると、僕はアオハール特訓と絆揚げですね、両方同じ価値と見て、トレーニングを選んでおりました。練習人数とアオハール特訓の一番合計が多いところ、根性以外で選んでいって、でその練習を踏んでしまったら次の練習ができなくなるような体力になってしまう場合は、まあ、賢さ、他に比べてちょっと練習人数とかアオハル特訓少なかっても、賢さにそれがおったら賢さを踏んで、次練習の上振れを狙っていくような、やり方を、してました。賢さにもしもう誰も全然おらんかったら、まあ、その練習を踏んでもう次、友人の、成立がしてなかったらお休みコマンドを打つっていう風な、やり方を心がけておりました。で爆発に関してはもう根性以外ですね、根性以外スピードスタミナパワー賢さで、まあ、爆発をしていくっていうやり方です。ほな最初の冒頭の説明を終わりまして、次インシケーションのところちょっとお話ししたいと思います。インシケーションは、スピード6、そして、スタミナ3、パワー9で、パワーをちょっと多めにインシで厚く持ったって感じです。
こっちの、ライアンがスピード3パワー6ですね。赤石はほとんどもうマイほとんど全部マイルです。こっちがスピード3パワー6のマイル8で、でこっちが、スタミナ3、スピード3、パワー6の、マイル8因子になっております。固有の継承なんですけど、ライアンのレッツアンオボリックがもう差し追い込みだったらもう確定枠で、あともう一人が、まあ、小栗とか隊長どっちかがいいと思います。最終直線の速度スキルがおすすめです。まあここは、マルゼンスキー、普通の通常のマルゼンスキーの因子厳選がかなり進んどって、強いマルゼンスキーの因子を持っておられる場合は全然まあマルゼンスキーでも大丈夫かなと思います。まあライアンはまあ確定枠だと思います。ではステータス見ていきたいと思います。クラシックとシニアの因子継承で URA3 は1回飛んできました。そして青春爆発なんですけど、11月の前半までに10回爆発しました。内訳で言うと賢さが4回、そしてスピード2回、スタミナ2回、パワー2回と、こういう風な内訳になっております。スピードから見ていくと、スピードはカンスト1個とできました。ここほんまに良かったです。シニアの夏合宿で、まあ、樫本プラス友情2人プラス爆発みたいな練習を行くことできたんで、そこがほんまに、カンストまで行けた要因の一つになったかなと思います。でスタミナは樫本さん入れてるのももちろんなんですけど、まあ、最初の絆上げの段階で結構スタミナを選ぶことが多かったんで、そこが、まあ、最終ここまで底上げできた要因の一つになったかなと思います。まあ、根幹距離を持っているんで本番スタミナ切れの心配はほぼないかなと思います。でパワーは SS プラス、ここまで盛ることをできました。小栗がちょっとスピードにいることが多かったんで、それが1回でも機嫌直してパワーに来てくれとったら、もしかしたらもう少し高いところ狙えたかなと思います。で根性は、まあ、樫本さんっていうのもあったんですけど、爆発してないんですが、最初絆上げの段階で2回ほんまに強い練習引けたんで、まあ、そこもあって、まあ、C ぐらいまで盛ることできたのかなと思います。まあ、根性は爆発なかったもやっぱり樫本さんのおかげで大体、まあ、D 以上は狙えていけるんで、樫本さんそこら辺でもそういった面でも、まあ、強力やなと思いました。で賢さ爆発4回踏めたっていうのもあるんですけど、まあ、ちゃんと、他にも絆上げの段階で賢さを選んでいましたし、結構賢さで、ターンを待ってみて次の練習の上振れを様子見ていくっていう動きを何回もしてたんで、そこで賢さが少しずつ蓄積されていったのかなと思います。500まで盛れるとはちょっと思ってなかったですけど、ここまで盛ることできたんで良かったです。で次、距離適正ですね。距離適正念願のマイル、もうマイルがやっと引けたっていう風な感じです。まあ、ちゃんとここのマイル適正 S もあって、これぐらいのステータスも盛ることできていたんで、今のルームマッチの環境でも、5分以上に、戦えてるのかなと思います。で、スキル見ていきます。スキルは青春速と、あと小栗の勝利の鼓動は、まあ、スキルポイント的にちょっと余裕がなかったんで取ることできませんでした。まあ、今回は、まあ、乗り換え上手が合格取れたんですけど、まあ、取れなかった理由としてはちょっと、乗り換え上手合格、そして上がってきたの、元スキルがヒントレベルですね、ちょっと落ちなかったんで、ここはちょっとかなり重たくなってしまって、他にスキルポイントを回す余裕がなくなってしまったっていう風なところです。まあ、差しコーナーちゃんとエイシンからもらえることできたんですけど、まあ、マイルコーナーとか大宅ヘリオスからもらえてたら良かったかなと思います。はい、では続いてこのグラスワンダーが今のルームマッチでどれぐらいの走りを見せてくれているか、皆さんと映像を一緒に見ていきながら最後まとめたいと思います。ほな行きましょう。はい、では皆さんと一緒にルームマッチの映像を見ていきたいと思います。まあ、このレースは水着マルゼンとか他に差し集団多かったんですけど、まあ、ウォッカ、そしてグラス、アイで鍛えられたもう春浦野もいらっしゃいました。まあ、1週間2週間前と比べて差し集団でも上がってきた、ほとんども採用されている方がもうほとんどで、まあ、自分も上がってきたから辺取ってより中盤スキルちょっと持っとかないと、終盤5番手6番手で迎えるっていうのはちょっと難しいのかなと、最近の環境ではそう感じてます。今6番手、ちゃんとキープできたアナボリック、そして合脚もほぼ最速で発動しました。この時点でも4番手まで上がっていて、まあ、3番手になっているんで、今回固有は発動しなかったですけど、まあ、これも一つの過失時かなと思います。後ろすぎたらまあグラスの固有はちゃんと発動するんですけど、前に届かないっていうレースが多いんで、ここら辺がまあ差しの一番の勝ち筋かなと思います。最後素足も出て余裕もあったんで、ちゃんとスキルも噛み合ってくれていいレースしてくれました。グラスナイス。
はい、ではグラスワンダーの育成の紹介一通り終了したいと思います。 SBI 以下の編成でもグレード A の決勝全然目指せる可能性あると思いますんで、ぜひ気になった方はやってみてください。今後も、バルゴ杯本番に向けて他にもいろんな馬娘の育成動画上げていく予定ですんで、ぜひよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ほら、最後までご視聴ありがとうございました。アリベデルチ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな、次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。